ヤングローズは後にヤングローズ・オーガナイゼーションという名前に変更されたアメリカ合衆国の政治グループ。ニューヨークにおいてヤングローズ党はニューヨークとシカゴを中心としたアメリカ合衆国の各都市に点在するプエルトリコ出身者のヒスパニックナショナリストの組織である。ヤングローズは都市開発によって自分たちの家族が追い出されることを知り、 警察の権力乱用を目にして、ディビジョンストリートライオッツにも関わるようになる。投獄されている間、リーダーであり7人の設立者のギャングメンバーである、ジョゼ・ヒメネスは、マーティン・ルーサー・キング、マルコム・ X からレーニン、そしてもう卓頭に至る様々な本を読んでいた。1968年の9月、ヒメネスはギャングを政治的人権運動へと組織し直した。ジメネスは、 その後、イノイ州のブラックパンサーの主席だった、フレッド・ハンプトンから接近された。その直後に、ヤング・ローズはより良い組織、そしてプエトリカン版のブラックパンサーを作るために、様々なレベルや部門に再構成した。これが、ヤング・ローズ・オーガナイゼーション、そして後にヤング・ローズ党となった校舎は、シカゴのグループから独立することになる。1969年の6月7日、 ブラックパンサーが見は、レインボーコーリションと呼ばれる同盟関係を発表した。ブラックパンサーと当時のヤングローズを別にして、この同盟は、ヤングパトリオット・オーガナイゼーションという白人の若者のストリートギャングが政治的になった組織も含んでいた。この同盟は、SDS、当時しかしながら全国的な学生の組織として崩壊していっていたの、年次総会にも代表者を送っていた。 シカゴの全国本部に了承を経て、1969年7月26日に、ヤングローズ・オーガナイゼーションのニューヨーク支部が公式に発足した。設立者は、ホアン・ゴンザレス、フィリップ・ルシアーノの二人で、後者は最初の組織の議長となった。ヤングローズは、ほとんどの活動をプエトリコの自決権や、地域のコミュニティが抱える問題、ジェントリフィケーション、保険、 警察の不正義などについていった。誰市長は非常で、プエトリ個人のコミュニティ全体が、町の中心と後半の地域から追い出されていたので、ジェントリフィケーションは、優先的な課題であった。ヤングローズは自分たちの懸念を、一般の注目を浴びさせるために直接行動、政治教育、そして、サバイバルプログラムを使用した。ありがとうございます。